ああ落ちなかったな堅物くん。戦略があったみたいだぜジェシカ。ええそうね、私たちも仲良く行動開始する。ああ、俺たちも地獄を経験した仲だったな。いつもの調子で行こうぜ。ええ思い出すわよ、古き良き FBC ってね。で、作戦は？戦況で各駅を封鎖して沈没までの時間を稼ぐ。動力は復旧したからメインシステムからアクセスできるはずだ。オッケー、じゃあ手分けしない？私は私で調べておきたいことがある。わかった、先に戦況に行くぜ。告白する気とか？何？まだ何かあるの？戦況に向かわんと迷ってる場合じゃないで。バーカー今どこ？もう少しで戦況に着く。私はもう着いたわ。先に核兵器操作を始めるわね。やけに早いな。そういえばバーでおごる約束も果たせてなかったな。もう1年だ。いいのよ、そのうち利子込みでお願いするわ。ああ、俺もすぐ向かう。以上。
そのまま動くな。バーカ。スパイが BSAA にいる。モルガンの犬。それはおそらくジェシカだ。レイモンドが俺に伝えたことだ。それ一体何の話？それより今は早く。パーカー、その右爪を捕らえろ。レイモンド、お前。あなた、どうやって？こいつが押そうとしているのは、この船の自爆装置だ。証拠隠滅のためのな。何だと？もう、一体何だって言うのよ。冗談やめてよ。ねえ、何とか言ってよ。パーカー、ねえってば。お前を全て信じたわけじゃない。まだな。レイモンド、銃を下ろせ。あんたは甘い。騙されるな、パーカー。おい、パーカー。甘い男ども。オブライエンに飼い犬がいたとはね。モルガンに伝えておくわ。ジェシカ。バーのおごりは心配ないわ。この件でチャラにしてあげる。ごめんね、パーカー。あいつ、おい、お前、レイモンド行け。